どうするの？地脈は大地を流れている自然の力、そして地脈点は地脈が集中している場所のこと。そうだ、カノヌシは地脈を利用して汚れを喰らい覚醒しようとしている。お前は地脈を感じる力に長けているようだ。ある程度近づけば地脈点の位置を。近づかなくても感じたんだ。昨日ここに来た時、ずっと先にもここと同じ場所があるって。地脈を通じて離れた地脈点を探知できるのか？多分。どこまでやれるか、クーマがいるかどうかはわからないけど。それでも重要な手がかりよ。お願い、試してみて。どう？はっきり感じた。地脈点は何十個もあるけど、特に大きいのをいくつか見つけたよ。大きさまで感じ取れるのか？うん、この島の地脈点も他より大きいみたい。同じくらいのが東と南東の方にもある。多分虫がいたワーグジュリンとパラミデスの場所だと思う。だとすると、大きな地脈点のどれかにクーマがいる確率が高いわね。残るクーマは3体、数が絞り込めれば総当たりもできますね。だな、お手柄だぞライフセット。いやはや大したもんじゃわ。やはり棒はただものではなさすぎるの。そんなことないや。善は急げです。クーマ探しの準備をしましょう。わしらは全然善じゃないがの。また折れたか、未熟。刀が弱いんじゃなくて、あんたがバカみたいに硬いだけだろ。いや、俺を切れないようでは話にならん。もっと硬い素材で硬い刀を打たねば。オリハルコンを試したいが、さすがに夢物語か。オリハルコンってこの世で一番硬い金属だよね。太古の遺跡でごく稀に発掘されるレアメタルだな。俺も欠片は見たことがあるが、刀を打てるほどの塊は聞いたこともない。いや、200年ほど前、ある古代遺跡でオリハルコンの塊が発掘されたという噂があった。だが運んでいた船が嵐で沈んでしまったと。地の底から海の底へか。沈没船か。海の底の財宝とか船乗りのロマンだよな。場所が分かれば引き上げられるんじゃないか。船乗りも全員沈んだ。場所も知るものはない。そもそも何百年も昔の噂だ。当てにはできん。そりゃそうだ。ないものねだりしても仕方がない。きっと別にいい材料があるさ。へっ、ダイルのくせにまともなことを言う。ダイルのくせにとはなんだよ。ダイルのくせに怒ってる。その使い方はおかしいだろ、モアナ。モアナのくせにおかしいかな。さて、目的はココトにタイタニアから近い順に調べる。近い順。わかった。うん。市長から聞いてるよ。出航準備はできてるぜ。
ここ、ここが地脈点だよ。見渡す限りの大海原じゃな。地脈点は海の底かい？世界の大半は海だ。海底にある。いくら清涼でも海底にクーマを捕まえた。ここは外れみたい。いや、虫クーマがいたんだ。一理あるな。奥の手？これだ。え？なんだその反応は。これは藤葉、長さ九尺三寸の一本竿。材は五年もののイガグリだけ。腕と一体化するような握りの巻き具合、そして文句のつけようのない。そういうことではなく、クーマだからこそだ。はい。ちょっと釣りなんてしてる場合じゃない。まあやってみようぜ。ちょうど腹。わしは鯉か姫マスが食べたい。すっごい。久しぶりで度忘れしただけよ。僕釣りな。なら私と一緒に。じゃあ私が教えた。エレノアは釣りできる。ええ、子供の頃同じトリエットドジョウを100匹釣ったことが。100匹。仲がいいな。器とかじゃなくて。エレノアは面倒見がいいからな。ライフセット、まず仕掛けを作りましょう。難しそうだな。ちょっと覚えてしまえば目をつぶっ。わかった。やっ、タフィー、あ、気をつけなさいよ。ラフィーは落ちたのよ。タフィーってそうよ。うっかり。要はそれだけ。それだけよ。じゃあ僕はエレノ。やれやれ。誰が。あ、ベルベット。ええ、釣りをしながら。どんな。意味はわからないけど面白いんですよ。アイゼン、どっちが大物。くだらん。釣りは己と戦う。おお、ガとはいえこの竿をた。ああ、わかる。俺もいい方。そう、いい道具とは。おお、俺の場合はどっちも血の気を。何にせよどうせ釣るなら勝負した方がいいだろう。結果は見えているがな。ずいぶんその竿。いざ。いつの間にか釣り大会になってる。魚をめでたいのならば、どんなに美味しい餌をぶら下げようと針に。魚をめでる趣味はないわ。同感じゃ。刺身に。くベルベット、仕掛けが準備できたぜ。クジラだって一本釣りでき、あとは腕次第。ゴクーマをね、やってやるわよ。みんな目。あ、エレノア引いてる。焦らないで。釣りは力じゃなくて。うっ、来るぞ。準備は。おう、空中でさ。クーマだったら殺した。今です。魚でもクーマでもなかったわね。腹の足しにはならん。でもライフセ名案じゃ。僕だけの。やっぱり似合う。そうかな。うむ、ぐっと個性が強まったぞ。クーマ釣りを続けるわよ。ライフセット、そんなに根を詰めないでも。クーマを釣らなきゃ。そしたらベルベットは僕を認めて。釣れんな。
愚痴るな。思い通りにいかないのが釣りと人生だ。釣れないな。あ、私の方に来ました。のわしもなんか来とーる。のわろくなものが釣れないわね。ろくなものじゃなくない。え、塊、若さじゃのお前、結構突っ走るタイプなんだな。どうしたんですか、ライフィセット。おかしいわよ、乗りなさい。やめてよ、ベルベットに何がわかるの。わかるわよ、そんな変な格好。わかるのはラフィーのことでしょ。ベルベット、お前の竿が引いてるぞ。え、あ、でかいぞ。気合を入れい。わかってるわよ。これは確かに大物だが。ズボですね。なんでこんなものが。なんか入ってる。うわー、集中鬱陶しいわね。注意せい。油断すると大したことなかったわ。びっくりした。怪しいものに迂闊に近づいちゃダメよ。ラフィーだったら近づかなかった。そんなこと言ってないでしょ。おい、まだなんか入ってるぞ。フォーガス、今度は動く死体が出てきたぞ。俺はぶつくもじゃ。大したことなかったわね。タコ軍団に死人の群れ。何なのこの壺。素晴らしい。まさかこの目で見ることができるとは。はあ、こんな悪趣味な壺に興味あるの？悪趣味か。素人はこれだから困る。いいか、これはクローディン王時代の陶芸家グリューネの水亀に間違いない。千年の至宝と言われたが、200年前の第二戦国期に失われてしまった伝説の壺だ。凛とした鳴りからほのかに匂い立つ色気、誘うように事故を主張しつつ、それでいてしつこくない。アイゼン、またですか。うむ、全く理解できんが、男にはよくあることじゃよ。何より、現在は出電したモフモフ湯が醸し出す景色が今にも動き出しそうな躍動感を。何？おほ、本当に動いたな。この壺はゴーマだよ。縁が超弱いいか、絶対に割るなよ。切るならいいか。より悪い。グダグダ言ってる。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。何だと。山田のもう
構大丈夫？やっとおとなしくなったか。待て、食うなよベルベット。食べないわよ、ツボなんて。結局ここにクマはいないようですね。じゃあな、いるなら死神の呪いで引っかかるはずじゃからの。あ、変なものばかり釣れるのはそういうことだったんですね。トラブルが当たり前で忘れてたわ。タコもツボもアイゼンのせいか。ナルトは怖いの。僕の力役に立たなかった。そうね。でもあんたはこれくらいで諦めるやつじゃない。そうでしょ、フィー。フィーってあんたの愛称よ。特に意味なんてないけど。あんたはあんただから。ベルベット、フィーか。なかなか個性的な相性じゃな。うん、諦めるならやめてもいいけど。やだ、次の地脈点を探す。壺の中にまだ何かあるぞ。この黄金の輝きはオリハルコン。そうか、ここが黒金が言っていた輸送船が沈んだ場所だったのか。やった、これを黒金に渡せばオリハルコンの太刀ができるかもしれん。お手柄だぜアイゼン。ライフセット。大変でしたが無駄足じゃなかったですね。私も久しぶりに釣りができて楽しかったし。僕も釣り面白かった。わしもじゃ。特に某の個性的な紛争がな。そろそろ日が暮れるわね。タイタニアへ戻りましょう。何してるの？地脈点の情報をまとめているんです。まず次にそれらと外れだった地点との差、これをライフセットが感じた場所の上クーマがいるかどうか判断する手がかりになるはずです。なんでちょっと引いてる？やるからには全力ですよ。そうね。あなたのためではありません。あの子がなぜ頑張っている。わかってるわよ。でも僕しょうがないな。なら来アンパン。ずるい。ベルベットや。は？やれやれ、マギルー奇術団の検問で奇術をやってみせろと言われたら、その時は魔女を一瞬で食らう気。ほっほー、ま気が向いたら言っておくれ。一つ一万。よう、
お前が釣った。別に構わないわ。さあな。常識で言えば無理だな。それもそうね。相手は最高の金属だ。お前ならできるさ。期待してるわ。ロッ、さあ、クーム。うん。次に近そうなミッドガンド寮か。近くにオートがあるけど。行ってみればわかるぞ。行くのはいいですが、さっきからおらんの。そうね。お、ずいぶん可愛い便箋だな。背景、寒さ厳しい折、いかが、私の方は愛も変わらずですが。六郎。だが、落とした。差出人の名。誰だそれ。この島の誰かでしょ。誰か。そんなお上品な手紙を。海賊の誰かかもしれません。いいけど。今回も返事は。ナイス。でも。そうか。あ、で、壺のラッピングっすが。うん。何か用か。手紙が落ちてたんだけど、ここ読んだのか。あ、あんたの読んでないぞ。ちょっとしか。本当だな。うん。こいつも一緒に送って。毎度亀人急便が接。用が済んだなら出発するわよ。準備はでき。誰かへの贈り物かな。相手は女だ。そうなの。でもなあ、アイゼンの。おい、お前ら。あ、棒に相性をつけてやったか。どうせフィーなんて安直だとか。安直ではあるが、ここ。名前というものは己が何名を与えられ、自分が棒の心を最初に転がしたのはお主じゃ。で、旅の初めから寝食を共にしてきた仲。そんな深い仲だと思ったことはないし。お主はそんな矮小な心の。心の友じゃないし。矮小。頼む。じゃあ。マギはまんますぎるじゃろう。なら、ル。ベジタブルやミートがトゥギャザーしてか。じゃあ。お。まあ、相性なんじゃから。見た目まんまかい。本スカート。見た目から一歩す。実は目つきは。それは誹謗中傷じゃろう。笑いながら人の痛いところをつく魔女。それは。だからさ、もういい。お主とは相性が合わぬわ。口は災いのもとだな。アイゼン、ダイルと黒金がモアナの晩飯をつく。タコゴーマを。クーマは汚れを食わ。ゆえに生け捕りにして。あの二人、なに。タコスミパスタをメインに。タコ焼き器なんぞ。パスタ用の大鍋と一緒に黒金が鉄の塊。ジブ。タコスミのパスタ。タコもイカも敵に襲われた時に、イカスミは粘り気が強くて分身みたいな。でもタコスミはイカスミと比べる。ラフィーも同じこ。ラフィーが。うん。結局作らなかった。味見するよ、僕が。なあ、アイゼン。もうその話はやめよう。でも気になるだろう、お前。うん、あのかしこまった文面からして。恋人。あんな壺をもらって喜ぶ子供となれば、アイゼンと同じ感。そうかな。お前、違う。ではどのようなんですか。え、エレノア、盗み聞き。マギルーも聞いて。僕はただ、ラッピン。そう言われればそうね。そうですね。なんか綺麗にまとめてるが。あ、どう思います。なんじゃお主。へえ。違います、アイゼンの。そんなこと。ほんと。その話は聞きましたが。言われてみれば、あの、収集品だけ。そうなのですか。毎週の休息日の夕食は決まってカレー。そういえば
調理場で海賊たちが嘆いて、服も靴もいつも同じ仕立て屋に同じものを、ミリ単位のサイズ指定に素材、もはや。でも少し海賊ってもっと雑で不衛生な人たちだと。どんな祭品。やっぱり。いや、そうは言っても一度くらいは表を、うん、そこでだ。ん？このコインいつ。表はな。だ、このコインは両面が表なんだ。黒金にた両表のコインならいくら死神の。そんなインチキで表が出たところで意味。インチキじゃない、これは。はい。どんな形であれ諦めずに挑み続けることで。何？カラスが。カラスは光るものを集める習性があるんだ。こんなこともあろうかと予備も用意してあるぜ。いや、今度はパーシム。おのれ。大丈夫だ、もう一。おう。嘘だろう。気にするな。絶対、うん。副長、あの王子の鷹、狩りとか言って日に日にとんでもないものを使う。鷹が狩るものなど。鷹、最初は海藻や魚とかだったから食材になってた。150キロ級のシーラカンブリとか350キロ級のと。助かるじゃないですか。あの鷹、とどめカジキを刀みてえな腹から落としやが。注意すればいいだろう。そうなんだけどさ、鷹見てる王子の幸せそうな。グリフォンを飛ばしている時の時々笑いながら、ホグ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 、ホークとグリフォンの頭文字を合わせて。王子は初めて今まではやるべきでやって、ホグホグはもう一人ので、大した被害が出てるわけじゃない。カンパニー大笑いだ。王子だって限度はわきまえているはずだ。いやどうかな。今甲板で見てきたんじゃが、エレファントマグロって。そいつはもう。うむ、ゾウの耳のようなエラが特徴の巨。ご祝儀相場なら2000万ガルドはくだらぬ大も。2000万ガルド。バンエルティアの。そいかん、ベイク。アイアイス。ボスからあんたたちに伝言を預かってきた。ローグレスの東にあるアルディナ草原に凶暴なゴーマが出るらしい。あんたらの探してるやつかもしれない。ローグレス東の街道は封鎖されとったはずじゃが。一時的にな。今は解かれてる。アルディナ草原の先にある村ストーンベリー、普段のゴーマを目撃した仲間が。詳しい話はそいつから聞いてくれ。分かったわ。同じだね、僕が探知した。タバサに礼を言っておいてくれ。クーマがいる可能性が高まったな。ええ、まずアイゼン、僕なんか失敗。いや、奴らにただで情報。地脈点のことだよ。でも警視庁。敵ではないが味方と。裏同士というだけじゃ。それもと、こちらが信頼しなければ相手も信用しないでし。初めて会った使いの者が俺たちの顔を知っていた。
あ、こっちは奴らのことをろくに知らないのに。わしらを売るのは造作。俺たちが清涼に対抗する戦力であるうちは協力できるだろう。互いにナイフを突きつけ合っているのを承知で、せな、それが裏社会の。厳しいね。タバサのお店の料理の味は簡単にし。はあ。ストーンベリーは行くの初めてだ。なんで通行止めされてたんだ？いえ、アルディナ草原で巨大な竜巻が発生して。寒冷化の影響による異常気象。ええ、そういった地域への解除されたってことは。どんな町なのかな。結構いいと。東に広がる森林地帯では数少ない住民たちは動物の肉や。ずいぶん詳しいんだな。こやつの初恋相手のノルミン。姉さん、今は離れ離れになってし。わしとお主が契約して旅に出た直後。あ、そんなの。わしから逃げ出したおぬ。いや、村を出て数分後忘れ物を。よくな。男が女に振られたぐらいで泣くな。だいぶ馴染んできた。何が？あなたの力がです。よかった。ええ、ますます正直。うん、こちらこそ。どうかした？別に。ああ言えばそう言えば。いい名前。マナ。精霊が持っておる古代語の名じゃよ。人間とケイ。わしも美縁風にフューシ、豚猿という。ひどいわ。これも一種の愛情表。ライフセット。そ、
もしかしてマギルーみたいに。え、不満があるならエレノアに言ってあげるから。正直違うし、ベルベットにも。そんなに嫌がらなくて。マナーは気安く他人に明かすものじゃない。契約者以外に自分のマナーを告げることは愛の告白。それライフセットも難しい年頃だ。まあ、あれもいい。じゃな、アルディナ草原のゴーマというのは。自由に飛んでたが、クーマなのか。地脈点感じた。あっち、あの岩山の上あたりだよ。確かめてみましょう。すぐに済ませるわよ。その程度で。大したことなかった。すぐに済ませるわよ。縁が超優格。次、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。ディーソルペイン。次、始祖を宣言。話にならないわね。なんとか。始祖を宣言。シソを宣言。次、シソを宣言。ここだけ。早々に火曜が恐竜客天職ガレンライダー。シソを宣言。やべ、恐竜。大したことなかったわね。話にならすぐに済ませるわよ。全勝負どの子供が恐竜客。まあ楽なだだ。早々に仕方を受け。全勝負ロケの手前だ。下げてあげろ。成敗。大したことなかった。ラグな戦い。
話にならない。華麗な槍さばどこだ。まあまあです。すぐに済ませるわよ。邪魔よ。話にならない。早々に肩をつける。では抜けない勝負。地脈を強く感じる。この上だよ。なんとかして登ろうぜ。大したことなかったわね。大したことなかったわね。手応えがなさすぎる。
しない。ドロー容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーザルペイン。ヤッポク戻れ。セイドブラフ。方角話にならないよね。探索順調。ああ、おそんなことないや。いやいや、油断は禁物じゃ。探索船とていつどうなるかわからんぞ。危険は覚悟の上だ。それでも神秘目的の一つは古い伝説に登場する謎の島でな。そんな島があるんだ。本当にあるかどうかはわからん。うん、頑張って探うん。言い方はかっこいいが、いいんだよ。それでも神秘に挑むのが愛。うん。その。
がクーマもいないし、また外れかな。決めつけるのは早いわ。あいつが結界を破ったか、星稜が制御し、あり得るな。ドラゴンは、問題はドラゴンが、そこね、予定通り。やれやれ、一番の問題は敵。おお、ぜ気持ちのいい景色。絶景には同意しますが、ここ何本も、やはり感じたか。このアルディナ草原は、本来なら大地の変化は数万年単位で起こる。地脈の流れが、そうだ、大昔には逆、そんな術、人間の体でいう壺のよう強引、もっとも。にしても、いや、知らないことだらけだ。だからこうして、アルディナ白草よ、この白い花の、ええ、昔一株だけだとすぐ枯れてしまうけど、何株も寄り添うことで、だから花言葉は人の気、覚えておこう。お前の弟が、忘れないわ。さーて、警視庁がいそうな場所といえば、宿屋を当たるのが定石だな。